い、どうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら。ババーン。ジェスカイコントロールですね。になります。はい。まあ、22環境のデッキ、まあ、引き続きということで。はい。まあ、ジェスカイコントロールってもね、カウンター主体だったりとかいろいろあると思うんですけど、今回のジェスカイコントロールに関しては、エンチャント主体になります。はい。どこかの方がね、これデッキで、勝率 100% 出したみたいな感じのやつ見つけたので、持ってきました。はい。動き出しなんですけど、月恵みのクレリックで、スカルトの決戦や、下滝の戦い、欲しい方を、デッキトップに積んで、次のターン絶対に引けるようにしようっていう動きですね。で、この動きのすごくいいところが一つあって、それが、まあ、出すターンによっては、PV、聖呪文縛りか、を避けることができるっていうので、22環境により、聖呪文縛りを避ける、かつ全体除去が打てるってことで、まあ、環境的にも強い動きなんじゃないかなと思います。はい。そして、基本的にはね、除去主軸で、たまにゼロ序断で耐久して、みたいな動きが一般的になりますかね。はい。で、フィニッシュパーツなんですけど、基本的には、ゼロ序断から引いてくるマスコット展示会と、あとは、まあ、ミシュランとイムリスが、主軸となって勝っていく形になりますね。はい。まあ、というわけでね。いろいろなタイミングが見ることができるのと、置物とかもね、引き裂きポータブルボードとかで簡単に割れたりするんで、非常に楽しいデッキになってるのかなと思います。というわけでね。本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率今のところ80ですね。うん。一本だけ引きがめちゃくちゃに悪くて、土地しか引かなくて負けた試合があったんですけど、5本やって4本、それ以外勝ってるんで、頑張れば普通に9割とかいけるんじゃないかなっていう気もします。対戦の方へ。どうぞはい、対戦よろしくお願いします。青がないですけど、まあでも除去自体はしっかりできそうなんでキープですかね。うん。青がないのがちょっと怖いですけどね。とりあえずルアフォードの学者から置いていきましょう。うん。相手ラクノスカラー。これは月恵のクレリック出しちゃったでいいかな。そうですね。暴露から山。ラクノスの宝物デッキだとは思います。刃。青引きましたね。全体的に拾いに行ってもいいかな。うん。拾いに行っときましょう。次のターンにはあんまりやばい動きみたいなことは出ないと思うので。うん。まあ、独力だけ置いて、ゼロ時間構える形で問題ないと思います。月めぐみのクリニックは、犠牲になってもらいますかね、これは。うん。ラクドスの宝物デッキは結構、サクリファイスとかのシナジーが多いは多いんですけど、まあ、言うてそれぐらいなので。まあ、ただこれブロックしなくてもいいっちゃいいかな。カレイン。次のターンに黄金貨が出ることはないかな。うん、ないですね。エンドか。うん。エンドで問題ないでしょう。青玉が出てきたリング率がちょっと弱いですかね、今は。まあ、ブロックしたら下かな。いますか。よし。相手からも下時の戦い自体は見えてると思うので、あんまここでの展開っていうのはしたくないとは思いますね。これ、デドジさんでーす。環境科学かな。そうですね。色が足りてないんで、環境科学ですかね。白よりも、環境科学から青持ってきて、ゼロ図案もう一回構えましょうか。相手、土地引けてないらしいんで。うん。まあ、ジェスカイの強いとこですね。あと、よろめく会議はもう、しばかなくていいですかね、これは。ただ、
まあ、イムリスだけだと結構、除去っていうか、まあ、魂の粉砕とかは最近のデッキ多めだとは思うので、そこだけ注意かな。うん。まあ、言うてスカルドの決戦出せなかったら OK なので。ゼロ序断は、よろめっかい？よろめっかい？ターンもらって、これは、赤でいっかな。イムリス出しましょう。ここでスカルドの決戦使えても問題はないです。うん、引き釣り目。引き釣り目。犯人殴ってくるか？殴ってこないですね。地元火の戦いは次のターンですね、これは。うん。攻撃しないで。ゼロ時間と一緒に構えれるタイミングで打ちましょうか。ただ、今打つ利点も一つあって、それが、サクリファイスできるカードを打たせないっていう動きが今できたので、それもそれでありだったと思います。まあ、ゆでとりあえず、引き釣り目とかと合わせてすごい量のカード自体は稼がれちゃうんですけど、まあ、スカルドとかもありますからね。ゼロ土地がないらしいね。引き釣り目とかもしかしたら殴ってくるかもな。そうですね。殴ってきましたね。これは、カレインかな。4点オールとかでもありますかね。カレインの追加。はい。ゼロ序断が吸い付きますね、今回は。今と日の戦い打っちゃっていいと思います。うん。ここは一旦ゼロ序断構えてもいいですね。相手のテンポを阻害しましょう。マイナス1から入っちゃうとダメかな。宝物1個生成した上でマイナス1切らなきゃいけないですね。うん。ただそれだと相手の宝物の数が減るんで、ゼロ図段で永遠と耐久自体ができる形になります。はいはいはい。まあでもインスタントの軸があったとしても、これはもう押し切られちゃうんで、イムリス殴っちゃっていいですね。うん、殴りますか。マスコット展示。もう一台マスコット展示なんじゃないかな。環境科学か。あ、素人じゃないんですからね。うん。変だ。バグベアもありがたいですね。ここ相手マスコット展示が出てきたら、ゼロ時間打ちましょう。しっかりとね、サンマ仲間入れるタイミングまで待ったんで、これは。うん。スカルドの決戦だったとしてもかな。これはゼロ時。で、アルカ行くかな。うん。スカルの決戦、OK。宝物使って、4つ使って打ったなら OK です。オリークとかもいますね。いや、ドゥームスター1枚だけ拾っとこうかな、これは。そうですね。相手のハンド3枚。1枚何かしらで切りたかったとこですが、まあないんで、イムリス殴って。さっきのは大運化出ちゃうとちょっと問題だったんでね。で、ルームスカール予見します。言うて土地の枚数足りてないんじゃないか、これ。うん、エンド。ほい。土地の枚数が多分全然足りてないので、引けたカードもあれですからね。で、スカルドの決戦1枚は腐ったんで、まあ、環境科学から打てば、一応白マナカップはできてスカルドの決戦打てますけど、これ私絶対環境科学バウンスなんで。うん。何かしら予見してるのをカウンターと見てほしいかなっていう印象はありますね。いや、これ初めて。
まあマスコットにしびらかしてきますわ、こっちも。相手の本がもう殴れないんですよ。なんでこれはマスコット展示して切るのはポータブルフォローでいいかな。アルカイックも切ります。ハンドサつけに行きましょう。はい、残り5点で、まあ相手白のカードあるんですけど、ドゥームスカールとかは多分できない系に入んないので、このまま押し切れそうな感じですね。最低でも相手は2対3対展開しないといけないのと、まあ独力だけプリズマイの命令があるんで、基本的に大体のことは倒していけるかなっていう印象です。ここでワゴンから打っちゃうと周りで勝っちゃうので、マグミラとかもありますからね。よし、やろう、そう。パクって。残り2万で、勝ちかなと思います。バレイン。勝ちですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ハンドとんでもないことになってますけどね。いやーまあでもこれ多分高校負けるハンドなんでキープしても良さそうかな。緑。はい、カップイン。ルームスタンプが打てるようにはなっときたいかなっていう感じですね。要件。緑、小説？とりあえずドゥームスカールは予見します。戦闘マンモスとかですかね。あ、でもブレイキーの人間も出てきたな。あー、これロアホールドの学者から置きますか。ここ殴られても多分問題ないです。で、戦闘マンモスですね、これは。うん、戦闘マンモスだと思うので、ここで行ってくるなら OK かな。組織はまずいね。スカール打つよりはゼロ序断打ってあげた方が綺麗かな。そうですね。下時の戦いとかもあるんで、組織殴るタイミングでゼロ序断打ってあげるのが一番綺麗な気がしますね。うん。ジャビのビングが出てくるとちょっとめんどくさいですけど。戦闘マンモス5か。ドゥームスカールしかないか。うん、ヤスペラから緑だけ出しとくっていうのも手だと思いますね。まあ、ジャビのビールある。それはちょっと話が変わりましたね。トスキがしばらく止まんないか、これは。そうですね、赤青のとりあえず一旦スカールで。まあ一応ゼロ時間でバウンス自体は効くので、うん、ハンドアドサーに関してもある程度なんとかなんないかなとは思いましたけど、レンジャークラス出ましたね。まあポータブルで取れるんでそこはまだいいですか。なんでこれ白もう一個置いて、ポータブルレンジャーのルームスカール欲見でいいかな。うん、あとあと除去する3段自体はあるんで、ジャビスイール2枚とかじゃない限りはなんとか記憶リースで。うん、白もう1枚欲しいですね。まあ言うてバウンスとかもあるんで、あ、来ましたね。なら OK。トスキム追放して、ドゥームスカールで。うん。ね、相手のトスキだけなのであれば、マスコット展示会を超えられないので、これはいけるかな？エシカ。めんどくさいことしますね。あ、でも引き先引いたな。これは下時の戦いプラス引き先でいいかな。ほとまっていうのはジャビのビール臭いですけどね。で、
ジュアートはエシカに対して対処ができないので、うん、で次のターンなんですけど、リソースのためにもゼロ序断は絶対に打ちます。これレンジャークラス回収しに来たな。うん、これは下下下かな。エンド。うん、レンジャークラス回収しに来ましたね。ここはいいか。はい。ただこれスタンセントの手段が出てきましたか。事件だった教授破壊できますね。殴んないのであればバウンスします。殴んないか、しっかりと気づいてますね相手。ほい、バウンスしながらマスコット展示で、いや違うな、今アルカイックでよかったな。とりあえず一旦スクライ、あスカルドいいですね。マスコット展示フードロー、ワンディスゼロ序断かな、これは。そうですね。いや、クリニックか。止まるフードいらないのはこっちかな。で、アイディティングが1枚ずっと抱えてるんで、格闘住居自体は持ってる気がします。うん。格闘住居自体は持ってそうな気がしますね。組織の処理がちょっと手間取ったせいで、リソースとかも結構厳しめなんですけど、まあ、まずなんとかなる範囲かなっていう気もするんで。利益学基礎、うん、格闘スペルですねこれは。風評乱闘、言うてこのターン相手は殴れないっちゃ殴れない。もう一枚風評乱闘があったら別ですけど、ジャミのベールもう一枚あるかな。あーちゃんと取れた。とりあえずスカルドの決戦からで問題ないかな。ストームジャイアントはもうちょっと後でいいですね。あーでも霜と火の戦い聞いたな。これは霜と火の戦いかな。いや、悪魔の稲妻でもいいのか？青を置いて。まあ、稲妻で教授だけ芝居といいか。そうですね。次のターンにはまたいい感じに動けそうな気がするんで。組織追加。めんどくさいことも仕上がりますね。ボスキーどうやって取りますかね。レンジャークラスでイエントサイズ上がっちゃうので、まあまたゼロ序断があるんでいいんですけど。地元比の意味はあんまなさそうですかね。強みのクリップで、スカルドの決戦をトップに置いとくのが一番綺麗ですかね。うん。スカルドの決戦を置いて、プリズマイの命令で2点と宝物かな。テンダーは今いらないかなと思うので、まあこっちか。まあ突き読みのクリックでいきましょう。はい。でドゥームスカールの予見も必要ないですね。これは殴んないです。トスキが止めらんないんですよねこっから先。まあ、レンジャークラスをもう一回割れれば、なんとかなるかなっていう気もしないではないですかね。ロージュリンのトロール。条件。まあ、またドゥームスカールがあるんで、まだマシですか。格闘スペル臭いですね。なら、ロージュリンバウンスします。がっつりテンポ阻害しましょう。持ってくるのは、もう一個のマスコットでいいかな。うん。ブロック。1,2,3,4,5,6,7,8,9。スカルトまでは出せない。マスコットプラスドゥームスカール予見が一番丸そうかな。ほい。これもう両方殴っていいですね。詰めに行きましょう。相手のトスキは確定殴りなので、
相手も盤面にクリーチャーいっぱい展開しなきゃいけないんですよ。で、トップ続きの乱闘とかじゃない限りは、まあ、詰め切れるかなっていう印象はありますね。ドゥームスカールも合わせて。一旦ドゥームスカールを打つ羽目にはなる気はするんで。うん。組織はキャッチできるんで問題ないですね。ここはこれでブロック。上が3、2の5点。ただ、相手のことを対象に取りたくないですか。そうですね。戦闘マンモス殴ってくると8、8までいっちゃうか。殴ってルームスカールが一番丸いか。そんな感じがしますかね。突起だけが止まんないんですけど。3の4の。まあ先っちょにスカルドか。スカルド見てからですかね。お、モルデンカイネン。いや、でも今のモルデンカイネン強くないか。いや、でもモルデンカイネンでしょ、俺は。トークンが22なんですけど、まあ置いちゃっていいかな。一旦これは殴んないです。うん。レンジャークラス、レベル3にしたところを割りましょうか。これって、パーマネントだよね。うん。ドゥームスカール、モルデン概念トークン引き先になるかなっていう印象ですね。うん。そこはまあ一番ちっこいのでいい。ローズリン、イムリス。勝てたりしないか。でかいとこ止められて勝てないか。トスキをなんとかしないと、実は次のターンにもめんどくさいこと自体は発生する。あ、そうですね。うん、まあフルパンしてかな。フルパンしてドゥームスカールだと思いますね。タップギドいるもんね。うん。止められて4-4のこの3人。この3人は多分通る。残り5点。そこにくっつけられても、いや、2マナ出るから1マナタップ起動出る。出ないな。うん、ドゥームスカールから。まあとりあえず適当に置いて、引き裂き使うのは次の、あ、出るか。出ますね、これは。引き裂き使うのは次のターンで問題ないと思う。イムリスまで出したいですね、これは。いや、違うな。ここでエンドだな。うん。全部トスキに乗っけるんじゃないかという気はしますけどね。インスタントはあんまないと思うんで。はい、ブロック。ブロックで。で、相手、ブロッカーがないならこのまま私がゲームに勝ちますね。まあ、さすがに持ってる。うん。まずプラス、うん、下いらないカードきましたね。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、
ニメリスを置いてエンドかな。うん、ニメリス残ったら勝ちですよって言っときますか。これはそうですね、さっきの回犬じゃなくて、いや犬はあったのか、一番最初は犬じゃないのか、一番最初がプラスでしたね。うん、ニメリス残ったら勝ちですよっていうアピールをしときましょう。で、相手レンジャークラスガンガン切ってくるんじゃなかろうかという気がするんだよな。はい、で、イムリスっていうか、ストームジャイアントの聖堂を落としに来たんですけど、私はそんなもんガン無視してバグベアの居住地を落とされます。そいつにトランプれないんで。で、格闘スペル一応イムリスには打てるんですよ。刺激額？イムリスに格闘除去自体は一応打てるんですけど、ただこれは毒ロクだけは打つかな。X6 で十分か。で、月恵みのクレリック。これ、スカルドの決戦で問題ないです。スカルドの決戦トップに仕込んで、殴ります、イムリス。で、2枚引く。で、トークン生成しましょう。66。相手イムリス最低でも落とせないと勝てないですね。で、除去がいっぱいあるのとスカルドの決戦もあるんで、リソース面も問題なくなりました。なので、討伐持ちとかがいっぱい出てきても大丈夫ですね。唯一の問題点が一つあって、それが、手札に格闘スペルを2枚持ってるものですかね。不思議で。格闘スペル2枚だったら、ここ両方とも格闘祭で終わってた可能性はあるんで。うん。ただ、これは勝ちですね。トスキ殴んなきゃいけない。止めて、で、まあ最後イムリスプラスでも何でも OK で勝ちですね。グッドゲーム大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ月見のクレイックの、強い動きっていうのを見せてたなと思います。マジでスカルドの決戦と、下時の戦いが拾えるのはすごく楽でいいですね。はい、そしてまあドゥームスカルとかも入ってね、全体除去8枚耐性ということで、まあ、軽量除去もいっぱいありますしね。アグロにはすごく強く出れるのかなっていう印象があります。はい。まあ、ヒストリックじゃないわ。22環境ってね、ちょっと遅いとはいえ、でかいクリーチャーがポンポン横並びするような環境ではあるんで、そこをまとめてしばけるのはいいのかなと思います。それと、22環境でね、すごく人気のロルスさんとか、下時の戦い一発で黙らすことができるので、はい。その辺に関してもすごく強い印象がありましたね。はい。というわけでね、まだまだ改良のうちとかも、てか、好きに、普通に好みとして改良できる バズ自体はいっぱいあるかなと思います。はい。まあ、悪魔のね、稲妻とか、その辺のカードとかをね、好きなカードに変えたいとか、本当にいろんな方向で、楽しむこと自体はできるのかなと思います。はい。ただね、緑弾とかが増えてくると、まあ、ドゥームスクールで流さなきゃいけない対面だったりとか、まあ、トスキがめんどくさいからバウンスするみたいな動きだったりとか、その辺自体は結構重要になってくるので、はい。プレイングに関しては結構出るデッキになるかなと思います。はい。抗議カードもね、がっつりと採用してあるので、何を持ってくるか、何を持ってこないかっていう判断だけはしっかりしていきましょう。履修持ちのカードは0時段しかないので、その辺だけ注意をしてください。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。では